政国クから1897年6月14日は、日本の法学者、教育者、法政大学創立者の一人、東京法学校主管、第三高等学校法学部教授、早々期の東京法学校の運営に尽力した後、京都大学法学部の源流となる、第三高等中学校法学部の開設当初から指導に当たった、京都府出身、 京都で石門神学を講ずる学者の家に生まれる。記憶力に優れ、近隣の人をして、神道と称されたという。才能を見込まれ、学士の援助を受けながら、官立の京都仏学校に入学。京都仏学校が廃止されて、市であるレオン・デュリーが、改正学校へ転任すると、それに従い上京する。上京後に当時大城官法制局少書機関だった、桜井のおらの、 ふ国民法研究会のメンバーとなり、その縁で官職を得る。内務省に勤務していた1879年8月に、日本政府の法律顧問として、フランスから招かれていたパリ大学教授ボアソナードと出会い、以後ボアソナードに支持する。東京法学者設立に加わり、東京法学者広報局が1881年5月に、東京法学校として独立した後は、 サッタがその主幹となり、学校の運営を担った。愛弟氏のサッタが主幹する学校ということで、ボアソナードが教団に立ち、教頭に就任するなどしたことから、東京法学校は、ボアソナードの学校と呼ばれ、人気を得た。フランス法系の学校の団結、統合を図るために、東京法学校と東京仏学校とが合併するのを機に、サッタは、故郷の京都に戻り、 第3高等中学校法学部の教授となった。第3高等学校への昇格後も法学部教授の任に当たっていたが、京都帝国大学法科大学が設置されるのを目前にして病気により在官中40歳で休止した。部長として指導していた参考弁論部の部士には、サッタについて日本法学教育会の早々、その議論の調達明快、誠に、 この武高校の指導者と記されている。妻の正は、トミー・マサキの妹であるため、トミー・マサキは、サッタ・マサクニの義理の兄にあたる。サッタとトミー・マサーキは共に、京都府津学校で、レオン・デュリーの下で学んでいた、デュリー文下でもあり、トミー・マサキの東京法学校講師時代には、サッタ宅で同居していたこともあった。ボアソナードやアッペールの講義を、サッタ・マサクニが筆記。 編集して出版したもの。篠田小作、知識シンポリッシュの友、中村義松、1892年、帽子君の際を愛し氏を助けたと記されているが、帽子については不明である。安藤昭一郎編、三高等学校弁論部部士三高等学校、弁論部、1935年、8ページ、高木と与蔵や元の一郎も同じく、京都仏学校で学んでいた。 デュリー文下であり、この、サッタの人脈が、後々東京法学校や和仏法律学校を、支えていくことになる。法政大学イノベーションマネジメント研究センター、道口春編の家計書、早稲田大学100年史1巻、P1035 各校の生徒、交友、1500、600名が参加。五大法律学校連合討論会筆記1回2回、白文社、1888年。 187ページ。東京法学校雑誌3号。1888年3月25日。49から50ページ。官報。第2545号。序人及び。事例1891年12月22日。毎日新聞百8 8 7年5月15日。4面。サッタが翻訳した。 原稿259枚を川地金台に売却して出版されたもの。法政大学イノベーションマネジメント研究センター、道口春夫編、大学教育のイノベーター、法政大学創立者、佐田正久にと、明治日本の産業社会マイナス書籍工房早間2008年。法政大学、市ヶ谷キャンパスの外堀校舎内に大収容アリーナで、ある、 サッタホールは、サッタマサクニの中から取ったものである。ありがとうございます。